はい、今回は北海2023年の問題を説明します。燃料電池では水素と酸素を反応させて電力を発生しエネルギーを生むことができる。燃料電池を75度C にて作動させたと。でこういう反応式なお、反応は全て圧力 1.013×10^5 パスカルの場合を考えて他の反応は起こらないものとすると、25度 C の熱の方程式がこれと、でモル比熱はこれこれと書いてあります。でこれはまあエネルギー図を書いたら、ここまあ H2 と2分の1 O2 と、でこれ25度 C な25度 C でこれが一番エネルギーを取って、次がこの間は H2O な H2O で、でこれは気体と、でちょっとエネルギーが下がって、これも H2O の液体と、ね、でこれが25度 C と。今モル比熱で、75度 C って書いてるな。これは、反応させるのは最初は H2+1/O2 はここで、75度 C で、ここ熱が加わったんだ。でこの熱が、28.8、ここが、ここの間が 28.8J かける、温度が 50度 C かな、50度 C で、10^-3J/kJ と、ね。で、ここの間が、これは、この、2つ足してね、H2=44kJ、でこれが、ここ H2=25°やけど、この求めたいのは 75°C の、H2O の液体ね。ここはエネルギーが 50°C で、これ水は 75.3×50°C×10^3J/kJ。 これは水素だけやな、水素だけなんで、酸素は 29.4×50×2/1な、酸素は2/1な、10^-3J/kJ。 求めたい X はこれが、ここが X よね。で X は、この X は、この240と44足してで、ここが240、これが242と、で今 28.8 と 29.28×50、これプラスな 29.4×1/2 かな、でこれ ×50×10^3 としてな、じゃこれを引いとかなな、これは 75.3×10×50×10^3 と、でこれ計算したらね、何本になるかというと 284kJ、 75°C ではこうなると、はい、終わります。